今朝、静岡市葵区の赤十字社では救援物資を積んだトラック1台が石川県へ向け出発しました。赤十字社県支部によりますと、被災地からの要請を受け、備蓄していた毛布750枚、マットレスやアイマスクなどの寝具225セットを届けるということです。救援物資は拠点のある石川県金沢市に集められた後、能登地方の避難所などに届けられるということです。寒い時期に起こった災害になりますので、現地の人たちに避難所でもですね、温かい思いをしていただくために、こちらの救援品の方をですね、届けたいと思います。